天のくれげ日記始まるよ。どうも天です。今回は結び屋さんにニカを取りに来ました。ただちょっとその前に、まあ、ニカ導入待ちしてるんですけど、ちょっとずっと取りたかったオペオペの実を。設定は末広ですね、まあ、どんどん広い方に動かしていきたいんですけども、ちょっと初手あんま良くなかったかな。初手はめない方が多分いいと思われる。これはいいとこじゃない？左に振って、多いね。ようやくこの形にはできたけど、下から持って、そうそうそう、オッケー。チャンネル登録よろしくね。さあ今日欲しかったニカプレイしていきます。次でハマるかな。それが次ではめたい。でもちょっと角度つきすぎちゃったから、これで動かないか。あ、でもこれでよし。ちょっと角度消えたでしょ。これならいける、いけるはず。あ、あれ？思ったよりも左が入らなかったね今回。おい、うわ、倒しちゃった。ちょっと斜めにはまった時にこうちょっと立ちすぎてたんですよね、箱がね。だからちょっと怪しいなぁと思ったんですけど、あ、嘘、ねじれなかった。いつもこう右が手前来るんですけどね。そうそうそう、今ねじれたね。まあはまったんで、あとはもう純粋に縦はめをしていきたい。おっと
種が入らない。もっと寄せなきゃ無理ってことかな。お、かなり寄せを意識したら触れましたね。これね、ちょっと右を奥に引っ張りつつ持ち上げてほしい。そう。え、これもう落ちてるじゃないかな。あ、嘘。本体押すでいけるかなと思ったんだけどな。もうミリ。さすがに。なんで？左上げの方が多分やりやすいんで、めっちゃ怒る、めっちゃ怒る、さっきから。なんで？ルフィめっちゃ笑ってるし、いやもうね、もうほぼ落ちてるんですよ。落ちねえ。なんで？落ちてもおかしくないんですけどね。やっと落ちた。はい、2のを取りたいと思います。ブースはギソバコのブースですね。場外行きたい。もう何回初期位置戻したっていうぐらい初期位置戻してるんで。何なんですかね。重心かな。なんか全然うまくいかない。大ちゃん、閉じます。これで終わるなら、でも今まで苦労がなかった気もする。
これで終わらないブースだからちょっと。バーテス。右爪バーテ。なかなかしんどいですよ。もう。はい。右爪バーテ。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。今回の動画はここまでとなります。天のクレゲ日記ではこれからもですね、クレーンゲーム動画、一番くじ動画、あとカードの開封動画など上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、テンゲームズという別のゲームチャンネルも行っておりますので、ぜひそちらもですね、遊びに来ていただいてチャンネル登録などしていただけると嬉しいです。ゲームはですね、ホラーゲームを中心に遊んでおりますので、ホラーが好きな方、いや苦手でも楽しめる内容となっているはずなので、ぜひぜひ遊びに来てください。 Twitter、TikTok、インスタなども行っておりますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。